はい、というわけでやってまいりました。こんなねガードレールの間からお邪魔します。今日はね六甲山に来ています。これ六甲山すごいよ。ちょっとね今日暑すぎてね、ちょっと六甲山登ってみようと思います。でほらマフラー、柿本マフラー変えたんでね、ほらこれワインディングをお楽しみながら六甲山のご様子をお届けします。では行ってみよう。ではね、今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし。これが本当の後方確認よし。本当に後ろから来てね、行くわ。いやこちらね、神戸にあります、六甲山というところでございます。神戸はね、海と山が近くて、いや非常にね、レジャースポットが多い街なんですよね。今日はねこれ表六甲ドライブウェイっていうところを走っております。ね、結構こうグネグネしてワインディングが楽しめる、道なんですよね。ここね、この道、この間ちょっと崖崩れがあってしばらく封鎖してたんですが、今これ治ったような感じですね。いつ治ったかな。おお、柿本レーシングのマフラーの音がブイブイ言いますね。結構ね、自転車とかいきなり現れるんでね、気をつけながら走ろうと思います。ちょっとやっぱなんかね、こう上りの時はパワーが上がったのかなという感じがしますね。あの街乗りのね、なんかストップアンドゴーの時はさほど変わらなかったんですけど、なんかちょっとこう、こう踏み込んでシフトダウンすると、あ、なんかこうやっぱ音の加減もあるのかな、なんかちょっと走るぞという感じがしますね。これね、今燃費が、まだちょっとさっきまで17キロパリッターぐらいまで、上がってたんですけど、今16になっちゃいましたね。やっぱね、この踏み方によってね、通常の柿本マフラーじゃない普通のノーマルマフラーでも、まあ確かにこうね、炎天下でアクセルグイグイ踏んでたら、それはまあ燃費も下がりますよというものですよね。で、これこの間20キロぐらいまで行ったんかな、これ。な、今隣にうんうんって言ってますけど、後でちょっと運転してもらって感想を聞こうと思います。ちょっと音聞いてみますね。S モード入れました。今2速ですね。大人2人乗車でございます。ちょっと今日のフィットちゃん重いかなという、助手席にねちょっと座ってますんでね。こんな感じで、そんなにね、めちゃくちゃ爆音っていう感じではないですね。だいぶ制御されてるような感じです。今前の車に追いついたので、ちょっとゆっくり行こうと思います。 S モード解除。まあね、やっぱこう普通に単純に踏むとね、16まで、今 16.0 まで行きましたね。いや、やっぱ燃費のことをね考えるとあんまり踏めないんですけど、まあやっぱりこうやって ドレスアップですよね。ドレスアップするとやっぱちょっとこう運転がね、こうまあなんか楽しく運転できますよね。まあその辺がね、こうドレスアップカーのまあ醍醐味といいますか、楽しんで車を乗れるなという感じがしますね。こうなるとね、やっぱオートマ車じゃなくてマニュアル車が欲しかったなという感じは、いや、やっぱ思いますよね。やっぱこれ踏み方によっては燃費が全然変わってくると。で、やっぱこの間ね、ちょっとホンダアクセスのモデュール X のね、足回りをつけたフィットに乗させてもらったんですが、
だいぶね、やっぱこういうワインディングのところを走らないと差っていうのは感じなかったですね。こういうところを走るとね、だいぶ違いの差は感じると思うんですが、このフィット3の前期モデルの S パッケージね、結構足硬いんですよね。これ乗る前はホンダアバンシアっていう車に乗ってたんですが、なんかその車はね、結構ふわふわの乗り味だったんで、これをフィットに乗り換えて、うわね、なんかめっちゃ乗り味悪いというふうに感じたんですよね。まあちょっと固めの足の設定といいますか、なんかね、まあ今は結構固めの足の設定の車が結構多いですよね。まあホンダアクセスのモデル X のサスペンションとそんなにこの味付けっていうのは変わらないかなという感じがします。で、まああえてね、この付け替えるのはどうかなと思ってたんですが、今こういったね、山とかね攻めるとやっぱどうしてもちょっとロールはね、多少やっぱねするんですよね。その辺ちょっとこういう山とかよく走るんであれば変える必要があるかなという感じもしますね。まあ街乗りではほとんど必要がないかなという感じもします。なんか乗ってて乗り味って変わる？大きめの声で。え？うるさい。うるさい。あ、やっぱマフラー音うるさいなと感じますか？で、どういう時なんかうるさいなと思いますか？どういう時？坂登る時。あ、そうそう、やっぱね、坂登る時シフトダウンよくするんですよね。この6速あるんで、結構小気味よくね変わるんですよね。それでまあシフトダウンすると音がうるさくなると。当たり前だのクラッカーやなそれ。今日はね、ちょっとお腹が空いて、今から宝塚ホテルやったかな、あれ六甲山ホテル、宝塚ホテル、六甲山ホテルがね、ちょっとリニューアルして新しくなったんですよそこのパスタが激うまやったんで、前行った時またちょっと食べに行こうかなという感じでございます。今外気温、今下でね33度4度ぐらいでした。今、お、すごい28度。やっぱ山の上って涼しいんですかね。クーラーの効きがちょっと良くなったような気がします。28度やわ、すごい、5度も下がってる。酔いそう、すいません。やっぱ助手席乗ってる人は辛いですよね、こういう運転されると。あ、燃費が 15.6 キロパーリッターまで下がりました。でもやっぱハイブリッド、さすがハイブリッドですよね。普通のねガソリンエンジンの、まあ、車乗ってる方はもっとね低いから、まあこれ16、15ぐらいは、いや逆に燃費いいよっていう感じでしたね、前のコメントで。はい、もうここ頂上ですね。頂上のちょっと手前か。どうなってんのここ信号がなくなったよな。今の直線が止まるやからみんな止まらなあかんちゃう、今のグイグイ来たけど。頂上ちょっと涼しいんで窓開けてみましょう。あー、だいぶ涼しい、気持ちいいね、山の森林の香りが。おお、やっぱ閉めてる方が早いか
ね、今からスパゲッティ食べに行くんやで。な、まもなく六甲山ホテルでございます。ここやな。うわ、なんかトンボみたいな、めっちゃ飛んでる。ちょっとね、ハイソな感じがしていいんですよね。トンボよ。トンボやな、これ。赤トンボ。あ、すごい、こんないっぱいな、初めてや。高級外車も止まってるよ。どこ？あ、そうか、そうか、よし、腹減った。サイレンスリゾートプロジェクトか、こんな感じなんだよな。今いるのがここね。で、これほら、アップルの本社みたい。すごない？Posting up pictures, trying to look like you winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in. Yeah, you got the nerve to be on me, faking your life for the IG. If you got my number, don't add me, 'cause baby I'm on hiatus. I'm on hiatus. I'm on hiatus. まあでも27度言うても暑いわな。暑いわ。言うてもクーラーはいるわ。あ、でも風は涼しいな、うん、普段会社までフィット乗ってるということで、片道何キロぐらい？5キロぐらいか、うん、それを毎日往復してるということで、フィットどう思いますか？え、気に入ってますか？今日はこの辺で終わろうと思います。というわけで今日は雑談動画でした。グッドボタンお願いします。じゃあね、バーイ。